いますので、主催と裏返して反対側を2分焼きます。あー、可愛いですね、完成です。節がすごい効いてるな。おいしい、うまい、甘いね、うん、甘いね、甘いの、うん、万能新玉ねぎ丸ごと漬けのアレンジレシピでもう一品。新玉ねぎの豚ブラ炒めです。汁ごと、そうです、汁ごといっちゃいます。相当うまい、爽やかよ。さらに職人相葉雅紀が万能新玉ねぎ漬けの新たな可能性を発見。新玉ねぎの絶品そばを作る。いいね、いいね。本堂高田区民ピンペル神宮寺飯尾の奥多摩の一郷へ。めちゃくちゃいい、すごい。東京だよね、渋谷とかと同じ東京。海水を使って育てる栽培法が生まれたのだそう。実際にどうやって巻くのかというと、しづらく、こうしたストレスの結果、より多く糖分を蓄え甘くなるのだそう。こういう努力をされてるってことなんですね。そうですね。ちなみに中田さんは玉ねぎどうやって食べるんですか。シャキシャキした食感を楽しんでいただくのはやっぱりサラダで、サマースライスして、そうですね、あと牛乗せて醤油かけて、かわいいね。では中田さん、これスライスしていっていいですよね。はい、そうですね。ちょっとスライスの切り方によって若干辛みが変わってくるんです。サラダにするのであれば繊維に沿って切っていただいた方が辛みが。そうですね、こうして、そうですね、繊維に沿うってことはこういうことですか。そうです。そんな知らないぞ。実際に違いが分かるのか食べ比べてみます。まずは繊維に沿ったやついただきます。甘っ、甘い、甘い、さっきよりやっぱ甘いわ。これすごいよ、この玉ねぎ。次じゃあちょっと繊維に逆らうやついただきます。あ、本当だ。